Okay.
Round one, fight! Oh, you can! Oh, you can!
Yeah!
Thank you.
Oh!
あ、こっちが店内かな。あ、はい、じゃあ第59回四季の細道、今日は先週と比べちゃうとちょっと若干人数少なめなんですが、第1試合は、1P 側うねがいる、2P 側が川渋さん、さあ大野市開幕の大野市は篠代さん、さあ押し返していく、スクリーンもらなかった、戻らなきゃいけない感じですね。さあ川渋が油の攻撃を奪い、さあ意外と見たと思ったが安かったがスクリーン、なんと見たっているか、開幕歩きスクリュー、さあ篠岡、さあ2発目、さあちょっと今のミスは痛いか、さあどうから、おっと光らない、まだある、うわー残り17秒、確かに中キックはミサイルキックでしたね。どうでしたっけ、してセロテープさん、あれ何でしたっけキャラ、おザンギ、1キャラ目からザンギ、さあ
かぶせではないがやや残念有利かというところ。壁がはめられたら抜けがないですからね、相手目以外。しかし吸えない。本田が潰される。前飛びと言ったら前飛びしてきた。1回目、届かず距離が離れてしまう。おっとラブラに引っかかる。最後はスクリュダブル2コンボまで行ってしまう。残念、シャルベが勝利。続いて、山本さん。ほぼ山本さんのチュンリー、 2P 側がシャルさんですね。温めて、こんばんは、カスミです。いけるらしいです。シャルくんベガー、ね、たまにベガーで遊んでるんですけど、中野勢結構ベガーで遊んでる。おっと出しちゃったよ。もったいない削り。せめて全部削ろう。いや、まだ分かりませんけど。さあ、すぐそれ通じず。これ、投げ機会で死ぬかもしれないね、ベガね。そうですね。今、投げ返さなかったら死んでるところでしたね。あるよ、あるよ。さあ、ライトメア。超バリアですね。多分ダブル2とかで突っ込んでるのが一番最高ね。最高にもまたなんかそういうキャラの強い技をどう返すかっていうのを使ってないと分かんない。今回出さないぞ。まさかの実用権を。おっと、お前なんと今死んでたか。ああ、ゲロゲロ。硬い始まりですね。メガネは使えますよ、これ。メガダメージ源がね、なかなかないんで。投げて投げて。電子の面、おっと、危ない。ループしているのか。ループしているのか。なるほど。お、裏にもあった。さあ、思い出した、思い出したが、もう体力がない。かかったのはシャルさん。チームは、エキスパーなんですね。さあ、シャル君が4勝目かな。3勝か。シャル君3連勝中。これエクスパーだ。さあ、ファンタジスタ。死ぬ前動きをするルール。開幕前飛び。早いジャンプ、大パン。今日から大パン一発。
てピヨル。キャのボディープレス。止めたのは川島ですね。ここからが2周目ですね。2周目ですね。ヒデさんのガイル。寝返る。手が割ってるんですね。あれご存知ない？セルセルセルさんご存知なかった？ザ・ヒューベル。そうなんですね。なるほど。下手くそなのは特定のベガには勝てる。煽ってくった。本当に手がかけません。あんま上手な。恥ずかしい限りです。本当怖いですね。ドキドキしますよ。この時間になんか動画とか見てるから言うタイプじゃないので。なるほど、なるほど。言いたい方だね。対戦してるか。結構アーカイブ残るんで気をつけることができるんですよ。ちゃんと YouTube 保管されてます。と言ってる間に寝返り1本。この動画は不正なのでちょっとね、要請して必死ですね。必死です。あ、マスオさんが出まくってます。さあ今のツーヒットはかなり痛い。さあワンチャンあるか。パナシはガード、そこからのフラッパー。さあスクリュー展開か。あっと、しかし中足が外足空振りに調子差し返し、ふっと刺さる。続いてアップです。続いてスラデフさん、なんかねこうマイクを置きたいところにプレステが置いてあるんで、ちょっと52どうぞって書いてます。いやーガイルきついよ。いやいや、そうですね。続いてまたザンギエフ、いけるか、いけるのか。どっかで飛び落とすか、前足を差し込んで、ただこの次がね、最後離れちゃうと厳しいですね。しかし何もない。ダブルを我慢している。おっと、しかしセルテンさんの得意技とも言うべきね、例の。あ、でも今弾いてなくてちゃんと回してますね。回してますね。いや、いや本人弾いてないって言うんですよ、毎回回してるって言ってるんですけど。ダブル。しかし投げてしまう。これは画面柱が冷静にいきたいところ。ということはないんですが、一度持たなきゃいけないことがあるので、さあ暴れまくっているのかな。なんとか熱いけど、熱いけど。しかしソニックワンテンポ遅らせてきた。ダブ、まだ3割しか減ってない。使ってしまう。飛び側のシルダーですけどね。さあ、パナさない。ここはパナさないぞ。1-1。あー、アッパーイ。しっかり第一取りましたね。ウネ返り勝利。さあ、ウネ君がザンギ2体をぶっ殺して、さあ、次は山本参戦。さあ、1体目はチュンリーでしたが、2体目はさあ、あ、リュウでしたね。お、開幕飛んでいくが、しかしガードされてしまう。さあ、リュウガイル。
小室に歩き投げが通ってテクニックのさあ、ハッサンは真空をとりあえず止めれれば止める可能性が高まりますよ。さあ、真空やったら、これがヒット。真空持ったらちょっとおとなしくなるね。ダブに振るんですね。やはりね、リュウガイルは真空をね、リュウガが持ってないとね、ちょっと不利だと思うっていう働きがあるとしても正面三段か。食らってしまって X3 さん同キャラが続きますね。ザンギザンギリュウリュウ、はい、そうっすね。ガイルやっぱり難しいですね。ガイルさん、エクスパーさんもね、荒く見えるんですけどね、よく見てるんですよ。投げそうですね、暴れるスタイルなんですよ。真空真空止まりましたね、中足の前で。 TBS ですよね。ウネガイルさんまだ肘を見るまで至ってないと思います。すごい、サマカウント1、2、0時間タイムアップ。続いてロードさん、お、ロードさんもしかしてあのキャラですかね。そうですね、多分大人気キャラクター。あれなら、はい、あれもうキャラ勝ちですよ完全キャラ勝ちですよ。真空だけですね真空以外では勝てるとこはない。試される。すごいっすね、釣りがない。おっと、赤玉も出ない。シンクってシンクを食らってしまう。すごい、シンクの当て感がすごいですね、やっぱりね。キャラ勝ち。エクスパーさん昔ダルシムを使ってらしいっすね、はい、僕見たことないんですよ。かなり独特のスタイル、攻める系だろうって言ったらしい。ドリル大好きダルシムでした。
シム、あれウダルシムですね、そうですね、名前変わってました、戻ってましたね、はい、なんとか、なんとかさん、エクスパーのスタイルだと厳しいのか、こればかりがちょっとあれですね、経験積まないとっていう感じがありますね、そうですね、冷静に見てればいいだけですね、ガルシム。さあ、スイーガルシム勝利で、続けシャルケンですね、ケンシャルケン、まあそうっすね、シャルさんの4勝が一番、あ、6勝だ、シャルさん6勝、失礼いたしました、シャルベガーが6勝、そうっすね、もうすぐ1ゲーム終わります、あれ、カーシムさん最初のプレイヤーでした、しかし投げ、信じることは大事ですからね、あーバカになったー、 Uと違って K 難しいですよね、多分ダルシム戦、あれダルシム側としては難しいですよね、 Uと違って牽制の方、しかし抑えどころは同じような形、パツマキとかがあんまり意味がないので溶かすしか結構厳しいらしいですね、ね、はい、今はタツマキのファイヤーが真空バイヤーなので、ダルシムとしたら結構嫌なんじゃないですか、トマキとかちゃんと全部あれ確かに言うな、なるほど、ダルシムしかし、スーダル勝利、2周目終わったので、連勝中、2勝ですね、で、カーシムさん最初のプレイヤーです、緑か黄色みたいな、そうですね、好きな方の色選べるんで、黄色は注意ですからね、そうですね、緑は進め、そうですね、さあいいボディ、おっガエンとかあの作るよ、ダルシム勝利、3勝目ですね、続いてセロテープさん、セロテープさんもザンギかザンギっていう、はい、続きまし
テープさんと、あー失礼いたしました、スーさんですね、スーダルシー、このキャラは厳しいのか。お、しかし画面端スクリューでいった。そうですね、ちょっと安全重ねがだいぶ食い込んでましたね。危険重ねになってたかもしれないですね。しかしダルシムには技は決めるのぐらいしかないのか。おっと、吸った、飛んで上から吸った、おお、フィニッシュ。そうですね、これで連勝数がウネガエルとスーダルシムが、3勝ずつなので、ここでシャルサとウネガが6人で1位なんですが、2位が2人いるので、はい、2位決定戦を一先でお願いします。勝った方とシャルサとウネガが3先ですね。はい、じゃあブランカのね、トルモが終わりましたので、改めて仕切り直しということで、HP 側、スーダルシム、 HP 側、ウネガエル。ちょっとこれは厳しいですけど、ソフトがまだ、ソフトもなるとね、このぐらい手が下がって3本取れる。そうですね、乗り切れる可能性がある可能性が、そうですね、ということは結構のキャラ差があってダルシム有利ってことですよね、やっぱり。そうですね、ちょっとどっちも使わないんではっきりとあれなんですか、下をしゃがまってくぐれちゃうんで、はい、かなりやばいですね。なるほど。ただレバーを押し込んで消費とかがほぼ完全体験で、まあ、中継ですけど、短い回復はほぼ完全体験。なるほど。レバー入れ失敗してくれるのを期待するしかないですね。そのパスが当たらないように、そのまま打ちまで打ち放題。ただやばいですね、あの距離何にもできない。ソニック行ってない、前とも、いや、行く先なので、はい、はい、というわけで2位が、スーダルシム、というわけで3位がウネガエル、シャルさんとベガとサンサギで、で、シャルさんとワンピック問題なければそのまま入ってくれます。はい、いいですか、ザンギステージですが、さあ、じゃあここからは決勝戦ですね。決勝戦、ファイナルス、ファイナリスト2人です。これどっちも難しいんじゃないですかね。なるほど、ダルシムの方がやりやすい。おっと、難しいやつ、おっと、こすっている。そうなんで投げ返し、消えるのも早い、消えるのも早い、慣れてしまう。あ、今サイバーパンチ、コーラパンチ、ああ、そうそう、失礼いたしました。サイコアッパー、サイコアッパー、なるほど、かなりサイケデリックな技ですね。かなりサイコアッパーですね。そうですね、刻んで、削られてしまう。1試合目はシャル・ベガ。
どうかね、切り返したいところですね。ガルシモ側としては、まあ、どんどん火吹いた方がいいんだから、そうでもないんだけど、ちょっと分かんないですけど、吹きすぎるとでも、あれですよね、踏まれますよ。今回のドンピシャでもないと、サンサンとかにならないと思うんですけど、ドリルですね、ドリルだし、しかし、ドリルで出ない状態でこれでドリルだけでも止めることができる。が入ってたような気もしないでもない。さあ、釣り衝動乗らなかった。バッターが持つといなかったけれども、ちょっと痛いっすね。なるほど、痛いっすね。プレイヤーさんから直接アドバイスをいただきました。そうですね。いい感じだが、何かに、おっと、さあ、2本目、シャル、もう1本、いやいや、3先なんで、3回勝った方です、もう1本じゃありません。はい、レッドパン。コマを切って潰されて、つながったコンボで殺される。おっと、お互い食らう。乗り切って掴む。さあ、これが勝負よ。逃がしてしまう。おっと、今度はつながった。相手に位置をかけたのはシャルベガ。そのままストレートは避けたい、スーダルシム。スーダルシム勝利はなんと5ラウンド。空中で削り投げ返される。さあ、噂のやつ寄ってしまった。やったのがシャルベガ。シャルベガ勝利、おめでとうございます。さあ、なんか8人いるんで、はい、なんかフォックスめいたことします？しますか？フォックスめいたものをします？いや、あ、あ、あ、一緒に帰っちゃった。いや、エクスパーさん帰ったんですけど、8人いますね。ヒカルさんいる？ヒカルさんいるから、やっとく？適当に2チームに分けて、で、フォックスルールで、フォックスルールでチーム内で頑張って、4件は勝負って感じで、やりましょうみたいな、やってみますか？やってみよう。いやいや、組んだ後に、そう、そのチーム内で。ええ、自分が使える適当なキャラをみんなで相談して、はい、クリアして、はい、そうですね。とりあえず8人を4人ずつ分けてもらいましょう。ああ、なるほど、上4人と下4人みたいな感じですね。ちょ結果がよく分かってないから、試しやってみるっていうのもいいですよね。エクスパーのさんの代わりにヒカルさんが入る感じで、上から順に山本セロテープ川シムスーチームで、ロードウネシャルヒカルチーム。
あ、すいません、ですね、今、ちょうど8人いるのでフォックスメイターことをしようということになっていて、あ、ワンピーツーピーのじゃんけんがまだ終わってないですね。はい、オッケー、決まったよ。ワンピーツーピーのじゃんけんだけちょっと、8人で4対4で分かれてますですね。まず A チームが俺バルログだからどっちでもいい。ヒカルくん、ウネくん、シャルくん、あとロードさん、ね、ヒカルさんがバルログ、ウネさんがガイル、シャルさんが DJ、 ロードさんが S ケン。そうしましょう。で、反対側がほぼ山本チュンリー、セロテープバルログ、カワシム DJ、スーダルシムですね。じゃあ向こう先方決まってるみたいなんで、こっちの先方座りましょう。さあ、仮想フォックス。先方、ウネ君ですね。ウネ君のガイル。さあ、先方、セロテープ、バルログ。さあ、ガイルはバルログ戦、かなり頑張らないといけないな。まあ、きつい方ではありますけれど、いけなくもない。あ、サーマーが当たる。さあ、スローチラスカゼってスライディングやったが刺さらない。さあ、なんとウネ君が取る。テープバルログが手を出すところにサマーが勝っちゃう。さあ、これはさあどうする。あっあっ、サーマー外。さあ、これはしょうもないバルログでしたね、これね。さあ、フレガイルが勝利。で、さあ、こちらは、スー君がいるんで、スー君にはダルシムを使ってもらってます。さあ、ガイルにかぶせ、代表的なキャラクターですね。お、金子君が登場。さあ、金子君いるとエキストラファンドがいる。しかし体力的にはかなりいい勝負になっている。ワンチャンスのみが取るわ。死ぬ。中間ピシピシと。おお、これはさあ、ガイルがね、中間にスタブを当てるなり、ソバットで透かして距離を調整するなりして当たらない位置に行くわ。やればガイルが当たり。さあ、ダメージきつい。さあ、何もできないぞ、これは。ガイルソニック出てない。さあ、ちょっと中間欲しかったか、これは。さあ、これで、さあ、これでウネ君のガイルは死んで、残り3対3ですね。残っているのはヒカル君のバルログ、シャル君 DJ、 ロードさんの S ケン。さあ、ここはヒカル君が、バルログですね。さあ、ダルシムの天敵の人にあるバルログ。さあ、いいよいいよ、バルログいいよ。さあ、今日だけで体力9割、体10割という、こういうゲームです。一回この上を通してしまうとめんどくさい。止まれないように、止まれないように。
これね、分かっててもあれは返しづらい。ハイアラスの次に対してガードピヨッタ、しかしこれは何もない。さあ掴み、さあここはスー君の方が一枚上手でしたね。さあこれでキャラ的には、S 剣と DJ、ロードさんの S 剣がとりあえず先に出てくる。さあダルシムというキャラに対してはキャラ的にかなり不利です。さあスライディングアップ、あれ X 剣だとあれ掴まれてやばいんですよ。そう S 剣はね膝掴みがないんですよね。さあ波動は速いが、それだけではダルシムには勝てない。さあ強気の波動拳を打っていくが、なかなかダルシム間違えて何もしてくれないですよ。おお今の今はインフェルノがちょっと入力遅れてダイパーを先に食らってしまいましたね。あ、繋がってなかったね。さあ、なぜかひよっている。さあ、おっかい、あっと、これはラッキーだったな。入れ替わってコスラーからのつなぎね、結構難しいんですよ。さあ強気の波動拳、に対しては距離からスライディングヒットがね間に合わなかったですね。コスラーから中枢、これはうまい。ピオリストでピオらなかったが、エース剣どうする、アイドルを突破していく。さあ飛び込んでいったが、あー大打ち、 OK、 大打ち。さあさすがにエース剣つらかったですかね。さあこれシャル君大将 DJ です。かなり苦しい対戦ですが、これヨガは有利ですね。ヨガですね、もうヨガですね。さあ球が速いぞ、エアスラン。さあ微妙な距離で、微妙な距離を保つのが DJ の戦い。少しは寄らないように気をつけたい。おっと、さあがインフェルノ、お、さあ、しているという。1ボリューを見せた。アイアンに相打ち、おっと、少し投げ、さあ、見て投げに行く。しかし、これ以上これは、そして最後にフェルの勝利。さあスー君が勝利した。スーダルシム勝利。さあ遅れてきた金子君は参加するのかな。お、金子君やってみましょうか。はい、エキストラ
が登場。さあ、ボビル参加で。これはダルシム使いとしては負けるわけにはいかないんじゃないですか。猫がいる、あんまり強くなってきましたね、最近。こういうところの駆け引きうまいっすよね。ダメダメージを食らわない。ダルシム側もちょっとリスクを犯していかないといけなくなる。しかし今のところ体力をリードしてるんで、まあ、ちょっと固めに固め硬いですね。あまり攻める、見ながら攻める。フライング、今のは受け身がなくて逆に良かったかもしれないですね。しかしカウントは7、5。さあワンチャン0。さあしかしかなり体力削ってますよ。届く。さあ残念ながら金子くんも倒してしまいました。スーダルシム勝利ということで、ダルシム汚ねえぞと。おめでとうございます。以上仮想ホークスでした。ありがとうございました。ありがとうございました。もうなんか参加賞配ってますよ。参加賞もらいました。あ、有馬記念ね。はい、有馬記念です。有馬記念12月24日中山ですよね。あ、そうか。はい、12月24日、そういえば、ここ、デートの式でも、毎月恒例の、月一の大会ですね。月一大会、X 大会あります。有馬記念に並ぶ大きな大会ですね。そうですね。日本でいうと、有馬記念の次ぐらいに有名な、デートの式の、一発 X 大会、ありますので。そうだ、規模的に言ったらね、まだ20ぐらいはしてないかなと思うんですけど。あ、そうですか。回数じゃないです、回数で。あ、回数じゃない。回数じゃない。まあ、知名度。競馬誰もやってないみたいですね、ここにいる方。競馬ね。ね。なるほど。はい、だから、そうですね。24日、あさってですね。ディルドンナ。あさって、まあ、有馬記念、仲間行った帰りには、ぜひデートの式。ゴールドシップ。ね、皆さん来ていただいて、スバス X の大会ありますので、よろしくお願いします。そうですね、よろしくお願いします。あ、で来週29日ですね、今日が12月22日、第59回四季の細道以上なんですが、来週29日は、通常の四季の細道は、あ、24日、同じ日です。はい、で29日はあれですね、例によって、フォックスの前夜祭、こうデータの式でありますので、皆さんよろしくお願いします。あ、そうか。前夜祭ここでやるのか。はい、前夜祭ここですよ、来週は。今、確認中だけど、多分、はい、この式の細道を大人数でやるんじゃないかな。あー、なるほど。そうすると、仕切りはセロデフさんで大丈夫ですかね。何時頃から見てないんだよね、俺。まだ決まってない。あ、じゃあちょっと待ってね。まだ決まってないのかな。まだちょっと主催の方に確認中なんですけど、はいはい、まあ、多分四季の細道ルールでいつも通りやるんじゃないかと。で、人数が多いかもしれないので、ちょっと早めに始めようかなとは思ってるんですけど、まだ詳細未定ですけど、まあ、前夜祭必ずやりますので、で、開始時刻とか多分ちゃんと発表すると思うんで、あんまり遅くなっちゃうとね、そうですね、スタートが遅いと電車で帰らないといけない人はですね、それでね、本線の方に影響出てもなんなんで、うん、そうっすね、ちょっと夕方ぐらいから始められたら始めて、ね、
まあ、あの決まったらウェブの方で告知すると思いますのでよろしくお願いいたします。はい、わかりました。じゃあでは今日の大会は以上になります。そうですね、個人戦の優勝が、シャルさんのベガ、ね、団体戦がなんかごにょんよっとしましたけど団体戦、ね、ほぼ山本セロテープ川島数チームの勝ちですねなかなか幸先のいい、まあまあまあ、さあではあとの試合垂れ流してんのかな。大丈夫です、ありがとうございました。ということで、なんか対戦もしないみたいなんで少し早いですけど、今週の配信はここで切っちゃおうと思いますので、それではお疲れ様でした。来週ですね、先ほども言ってましたけども、フォックスの前夜祭ということで、ここで大きな大会になるんじゃないかなと、四季の細道が大きな大会になるんじゃないかなと思いますので、そちらもお楽しみにお待ちください。それではお疲れ様でした。また来週よろしくお願いいたします。